久保さん今回1万文字のアンケートにしましょうかまあ発信情報発信を顔を出して表舞台に出て役者を演じて7年ぐらいになったかな7年8年かな10年にはなってないですねまだねで今ねプレゼントやってるんですけど 多分ね、普通、アンケートって1万文字書くってありえないじゃないですか。なんか、ファミレスでアンケートとかね、なんか、ショッピングモールでアンケートとかで1万文字書いてくださいみたいな。はみたいな。<laughs> で、今回ちょっと挑戦してみて、1万文字取れるかっていうね、お客さんから、お客さんに書いてもらえるかっていうのをね、ちょっとテストしてたんですけど、まあ、あさ,あさって締め切りか。今ね、4人来てますね。 つまり4万文字以上来てますよ <laughs>、うん。これはね、あのー、よかあの僕の中でよしって感じですね <laughs>。1万文字書かせてるっていうね <laughs>。<laughs> やって、やっとってよかったですね。ようやく1万文字のアンケート取れるようになったかっていうね。 まあ裏ではね、何回かテストしたことあるんですけど、裏ではね。で、まあ、あの、なんだ、あ一応取って、それも取れたんですけど、一般、一般ですよね。裏じゃなくて、い表でこう、流したの初めてなんですけど。いやまあ役者はね、僕、あの、ヤミキンドックスのね、 あの役者さんの主役の人あのなんかシュールな感じの役ですよねいいっすよねあれねうんそうやっぱねごア見たんですけど昨日ゴアも見たんですけどやっぱごのあの振り返って僕また見たんですけどやっぱごのあの何が良かったかって多分ねあのお母さんのいやお母さんあの認知症になってるお お母さんを演じてる人がもうまあ息子ももちろんいいんだけどもやっぱねすげえリアルっぽくてあれがやっぱすごいですねうんあの認知症のあの演技っていうの多分あれがねすごかったですねやっぱうん本物本物なんじゃないかなっていう感じですねだけどだけど最後あの死ぬ時に 息子をねこううんそのまあこういいんだよみたいないやあれうあれやっぱゴアはやっぱやっぱあれっすねお母さんがあの演技があるからこそ息子の演技が引き立ったなっていうところですねうん。 やっぱ、ね、役を演じるっていうのは、ね、大事ですね僕も演じてきましたけど役者を演じてきて思うことがうんそもそも人生っつうのは役者なんじゃないかなと思いますねうん人生っつうのは役者まあどういうことかっていうとなんかその うん例えば、小学校の時の自分と大人の頃の自分。例えば、小学校の時の役者。大人になった時の役者って多分違うと思うんですよ。で、それを意識的にね、多分演じてはいないと思うんですけども、多分違うと思うんですよ。何かっていうと変わってるはずなんですよね。うん。あの、背格好も変わってるだろうし、あの、顔のシワの数も 変わってるだろうし髪の毛の毛んか変わってるじゃないですかね子役から大人の役みたいなその久保さんがいるマックスちゃんでしたっけ僕知らないですけどそのなんか年を取るとその風格が出てくるみたいな,だかなんかね役者はなんかその40代50代からが勝負みたいな,なんかそういうことも聞いたような気がするんですけどその深みが出てくるみたいな うん、だからそのどうその30代の役を演じれるか40代の役を演じれるか50代の役を演じれるか60代の役を演じれるかっていうどう演じてきたのかっていうのがまあ人生なんじゃないかなと思いますね。うん、で役を演じてきて思うことが。 役者が本当の自分なのか自分じゃないのかっていう境目がなくなりましたね。境目が。うん。だから、それはね、がなりさんも言ってたんですけどね。本当の自分とがなりは違うんだけども、がなりを、がなりっていう役を演じてき演じ続けてきたことによって、俺はがなりなんじゃねいかみたいなね。<laughs> なんか言ってたんですけどね。俺、すげえ気持ちがわかるんですよね。うん。 本当の僕っていうのは、こんなしゃべるような人間じゃないし、うん、なんか表に出るような人間じゃなかったし、うん、嫌なこと、まあ得意じゃなかったし好きなことでもなかったしだけ、だけど、なんだろうな、そうなったって感じですね。 だそうなれるってことこ、ね、別に、うん、まあこれからもね発信続けてこれ10万文字はむず10万文字はいらんか <laughs> でもね10万文字のアンケート取ってもいいね今,今度,今今度死ぬ前に だから1文字、だから10万円の商品を、だから僕がちょっと考えたのが、10万円の商品をタダでもらえますよと。で、タダで欲しかったら、いあなたの1文字1円で買います、みたいな、うん。10万円金ないんだったら、あなたの1文字1円で買います。10万文字書いてください、みたいなね。これ結構いいんじゃないかなっていう。10万円の商品タダで受け取る方法みたいな。1, 1, 1文字1円ですとそう。1円積み重ねたら10万になるよと。 あなたはそれでそれでも10万払うか10万文字書くかどっちですかみたいな。<laughs> これいいんじゃないかなと。でも一文字は1円ですよみたいなね、うん。一文字1円ですみたいな。<laughs> お金を差し出すか、一文字を差し出すか、どっちですかっていう。 まあ、やった人しかわからないですね役を。役を演じきった人しかわからないと思いますけどね。い、う、っ、ん、ってらっしゃい